純愛マジで無理、見れない、本当に無理、理解ができない純愛の良さ。歪んだ愛が好きなんだよ。あ、でも純愛と勘違いしちゃってるめちゃめちゃ歪んでる子たちとかは好きだよ。なんか周りの好きな人のためにめちゃめちゃ暴走しまくって、でもなんかいやいやこれは純愛だからとか言ってるのはそれは純愛じゃないじゃん。歪んでていいねって思う。松井ちゃん歪んでんな。松井ね、歪んでる理由があってさ、松井生々しいのがとことん無理なのね。いやいやないやろっていうエンターテインメントで見たいの、わかる？企画系がいい。だからもう催眠とか時止めとかないやん、ほぼ。まあ、憑依系とか結界系とかわかる？わかる？これ、だから逆になんだろう、まずなんか告白とかされたくない。なんかね、松井が逃げた告白のされ方はなんか、好きな人いるの？まるまるくんって言ったら、今喋ってる人って言われて、ダッシュダッシュダッシュ逃げ無理ーってなってびっくりして逃げちゃった。うん、びっくり、少女漫画かって逃げるな卑怯者純愛じゃない告白どうやるんだ。なんか例えば麻酔が死のうとするとするじゃん、すごいビルの上から飛び降りようとしてる時に俺のために生きてほしいとか言われたらキュッってなるかも。そういうのがいいな。麻酔のことを救ってくれるのっていう、そうそうそう、救いの手みたいな